皆さんこんばんは。映画ヨガ無双へようこそ。さくらです。今回ご紹介する作品は救命艇です。アメリカ文学の巨匠ジョン・スタインベックの原作をサスペンスの神様アルフレッド・ヒッチコックが映画化した作品になります。極限的な状況で様々な背景を持つ人間が集まったら協力することができるのかというアクチュアルな時代を持つ作品でもあります。北大西洋でアメリカからイギリスへ向かう商船が U ボートの砲撃を受けて沈んでしまう。救命ボートにただ一人乗っていたジャーナリストのコニー・ポーターは手持ちのカメラでその後の戦闘の様子を撮影することに成功していた。そこへコバックという船員や裕福な実業家のリッテンハウスなど撃沈された船から生き延びた遭難者たちが次々とボートに乗り合わせてゆく。そのようにして彼らの船には人種も国籍も異なる人々が居合わせることになる。他に溺れている人がいないか見回っていた時、 U ボートの船員だったドイツ人の生き残りであるウィリーという男が救助される。コバックは彼が敵国の人間であることを理由に船の外に放り出そうと強く主張する。ドイツ語が堪能なコニーをはじめスタンリーやリッテンハウスはそれに反対する。ユダヤ人である両親をナチに殺害されたり自分の名前を変えなければならなかったもの、あるいはキリスト教的な人道主義に基づいて彼を救わなければならないと言ったり戦争捕虜として保護しなければならないと主張するもの、議論は熱を帯びてゆく。民主的に多数決を取ることに落ち着き一人一人聞いてゆく。そんな時、海から引き上げられた際に乳児を亡くしたイギリス人の若い女性のヒグレイ夫人は怒りに任せてウィリーにあげた拳を振り落とす。一行はそんな彼女を制止する。その晩、ヒグレイ夫人が眠っている隙にみんなで彼女の赤ん坊を海の中に入れて丁重に葬る。彼らの手元にある食料も少ない。ただ浮力タンクは無事なので救命艇が沈む心配はないことを確認する。ポーターのミンクの暖かいコートに包まれていた夫人が目を覚ますと自分の子供が水槽されたことを知り自らも海の中に身投げしようとする。そうさせないために彼女をひとまずロープで縛り上げることになる。しかし彼女は結局みんなが寝入っている隙に入水自殺してしまう。一行は黙り込んでしまう。その時見張りだったリッテンハウスは自分も眠っていて気がつかなかったのだった。翌朝、指揮を取り始めた彼は生き残った者たちに役割を与えてゆく。そしてようやく帆を修理して立て直した救命艇は船としての機能を回復する。しかしコンパスを誰も持っていなかったため進むべき進路がわからない。拉致が開かないポーターがウィリーに進路を尋ねると彼はその方向を示す。彼はコンパスを隠し持っていたのだ。ただコバックは彼のことを頑なに信用しようとしない。そうして一行は船長の適任者をめぐって議論を始める。ポーターがウィリーに船長と呼びかけると彼は思わず反応してしまう。実は彼は U ボートの船長だったのだ。意見が全く合わないポーターとコバックは反目し合う。コバックは船長に立候補すると周りの人々は賛成する。そうして主導権を握った彼はバミューダへ向かうためにウィリーが示した方向とは異なる方へ進路を設定する。その際、彼はポーターが愛用していたタイプライターを海に落としてさらに彼女の反感を買う。船の上でみんなが落ち着きを取り戻し各々が身の上話をしている時にガスの足に異変が生じる。もともと救助された時に怪我を負い米軍の看護婦であるアリスの手当てを受けていたのだが足は予想以上に悪い状態だった。エソで切断しなければ命が危ない。戦前には医者だった経験もあるウィリーは手術を申し出る。しかし踊りこそが全てである恋人を思う彼にしてみれば足の切断はもってのほかだった。ポーターは彼を説得し迷いに迷った末彼は手術を受け入れる。そして一行はすぐさま準備に取りかかる。麻酔代わりにブランデーを飲んだガスは酩酊してしまう。船を安定させようとした途端波がだんだんと激しくなってくる。幸運なことに手術は無事に終わる。医師としての役目をひとまず全うしたウィリーの立場はそうして見直されることとなる。
小箱を覗いて、みんなは彼が言うことに耳を傾けるようになる。その晩、アリスがスタンリーに自分の悩みを相談していると、彼は天体の位置関係から船がバミューダに向かっていないことに気づく。そしてウィリー以外の人を起こして相談する。彼らはウィリーが時間を折々に気にしていたことに注目する。コバックは黒人の給仕、ジョーに命じてウィリーが所持する時計を盗ませる。彼はかつて凄腕のスリだったので容易に盗むことに成功する。ただ彼が盗んだのは時計ではなくコンパスだった。隠し事をしていたという理由でコバックはウィリーを処刑しようとする。そんな折、嵐がやってくる。スタンリーは突風で船外に放り出され、船には大量の海水がなだれ込み沈みかける。ウィリーは舵を取り、神業的な舵さばきでスタンリーを船内に取り戻した後、みんなにすべきことを英語で命令する。食料も水も流され、帆柱も嵐で折れてしまう。彼らは死を覚悟する。嵐が去り、みんなは無事だった。戦争捕虜だったウィリーは今や立場が逆転して船長となっていた。即席のオールを用いて船を漕ぐ彼は、実は英語だけではなくフランス語も話す秀才だった。そんな中、ガスがたびたび繊毛状態に陥り、渇きを癒すために海水を飲もうとさえしていた。冷静さを常に保っていたポーターもまた空腹のため取り乱してしまう。コバックとリッテンハウスがいつものようにポーカーをしていると、恵みの雨が降ってくる。しかし彼らが急いで帆を張って雨水を溜めようとすると、雨は止んでしまうのだった。そして彼らが悲観に暮れている隙に、ガスは海水をこっそり飲んでしまう。その晩、疲労困憊になりながらも船を漕ぐウィリーは、ガスがまた妄想を見て独り言を言い続けている様子を黙って見守る。そして彼はこっそり隠し持っていた水を飲むと、ガスはそのことをスタンリーに報告する。しかし起こされた彼はそれを真に受けず、適当にあしらう。ガスはそのままウィリーにどうして水をみんなに分けなかったのかと詰め寄る。それをみんなに聞かれることを恐れたウィリーはガスを船外に押し出す。ガスの助けを求める声にスタンリーたちは目を覚ましたが、すでに手遅れになっていた。一晩中苦しむ姿を見続け、彼の未来を思ってのことだったとウィリーはみんなに説明する。その時、アリスは彼のために泣きたいと願うが、涙が水でできているため泣けないと漏らす。するとウィリーが汗をかいていることに気づいたスタンリーは、ガスが言っていたことを思い出す。その瞬間、ジョーはウィリーのシャツから水筒を盗み出す。しかしウィリーに腕をつかまれて落としてしまう。水や栄養剤は支給されたものだったと説明し、じきに補給艦に到着すると告げる。そしてガスのことを揶揄すると、アリスをはじめみんなが怒りを爆発させてウィリーに突進していく。その勢いのままウィリーを船外に押し出してしまう。とはいえ、彼らは漕ぎ手を失い途方に暮れる。このような苦境の中で、スタンリーは少しずつ親密になっていたアリスに求婚する。彼女は快諾する。ポーターはこれを祝福した後、諦めきったみんなを鼓舞する。そうして彼女は魚を釣るため、15年間肌身離さずつけていたカルティエのブレスレットを提供する。彼らは固唾を飲んで糸の動きを見守る。当たりがあり、コバックは糸を引く。みんなが歓喜する中、ジョーは遠くに船を発見する。オールを漕いで漕ごうとした瞬間、糸を離してしまい、ブレスレットは海の中に沈む。ポーターは全てを失い、笑うしかない。船はウィリーが言っていたようにドイツの補給船だった。小型のボートがこちらに向かってきて、彼らは安堵しつつも観念する。しかし突然、母船から信号を受け取り、ボートは途中で引き返していく。連合国側の軍船が砲撃してきたのだ。その攻撃を受けてドイツの船は撃沈する。彼らは味方の船の到着を待つ間、おのおの平和的な時間を過ごす。アリスはスタンリーの生命を聞き、リッテンハウスはジョーの家族の話を聞く。反目し合っていたポーターとコバックはこの遭難の中で結ばれていた。彼女は彼に失ったものを全て弁償するように優しく諭すと、彼は解読する。すると負傷した若いドイツ人の船員が船をつかむ。彼を引き上げると、リッテンハウスはウィリーのことで得た教訓を忘れたのかと
警戒の念を隠さない。ポーターとアリスがひとまず応急処置だけでもと振り返ると、その青年はこちらに向かって銃を構えていた。ジョーがその拳銃を叩き落として武装解除する。怯えた青年は自分を殺さないのかと尋ねる。コバックがこいつらも同じ人間なのかとポツンと漏らすと、ポーターはそれは亡くなった妻子とガスだけがその答えを知っていると答える。第二次世界大戦の終盤に差し掛かる時期に制作された本作は、遭難という極限的な状況の中で多種多様な人間が協力し合えるのかという大きな問いを含んでいます。数多くの対独プロパガンダ映画が作られていた同時代の作品と比較すると、ナチスドイツを悪と即断しない慎重さは貴重に思われます。もっともその結果、登場人物たちはみんな苦しんでしまうのですが、